はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございますもうですね今日で4本目の動画になりますけれどもつい先日皆さんに投票していただいて購入させていただいたこの嵐のライブ DVD ジャポニズムを、えー、冒頭からですね順番に見ていってるんですけども本当にありがたいことに皆さん一緒にですね DVD、えー、ブルーレイを再生しながら見ていただいたりとか あとはもう頭の中で完全にですねこのライブ映像がもう残ってる方がたくさんやっぱりファンの方がいるんですねなので私が喋ることとその頭の中の映像をリンクさせて見ていただいたりとかいや本当にねあの皆さんが一緒になって楽しんでくれているんだとしたらもうとっても嬉しいでそこに私が3本見た中でですねこれ生バンドなのかなとか あの私がポソッとこうつぶやいたことをですねいろいろこう答えていただいて皆さんも、えー、生,生演奏ですよとマウントプラスという、えー、プラスだねこれはね、えー、マウントプラスという方たちなんですよとかあの動いてくるステージはムービングステージなんですよとかあのライトもちゃんと全部、えー、機械で制御されてるんですよとかもう本当にあれもそうだ大野くんのトラブルメーカーで入れないのはあれいつものお決まりですよとか たくさん教えていただいて私はちょっと幸せだなと思いますね。え純粋に本当見たくて見てるところにたくさんの方がいろんな情報を送っていただいてえ本当に何度も何度も言いますからありがとうございます。今日はですね,ね早速その続きで前回がえ二宮君のソロの曲「ミュージックという曲がですね本当にあのゲームセンターのこうね足踏むやつ。 何でしたっけあれ「<laughs> なんとかかんとか」っていうねゲームがあるじゃないですか。であれともうその歌がリンクして映像もそしてお客さんののねライトも全部演出みたいになってるって、まあ、素晴らしい演出だったわけですけどこの続きで今それが終わったところで止まっておりますので次「Don't You Love Me」という曲ですねこれから、えー、続きをいってみたいと思います。それでは皆さん一緒に見ていただく方セットよろしいですか はいそれではいきましょうえー、you love me? 再生ポチお真ん中の映像がこうねテレビがつくようにパチパチっと映ってこれ誰か走ってて逃げてますよこれどなたかあ椅子にね転がってどなたかが下から上に上がってきましたけどあらおしゃれなリズムの曲が始まりましたよ。 こどうどなた松潤さん今、立ち上がりましてあ松潤さんね椅子に座ってスチューピースチューピーベイベーミダララシクサーバーオーサイジョー,ーお後ろにダンサー出てきましたよハリー誰かがほらジュニアも見てくださいよって言ってましたけどなんか、川島くん、なんかノエルくんみたいなお名前の子いなかった若い子 ノエルくんだっけな繰り返したまは」松潤が左に動きながら歩きながら踊ってあ歌っております「でーはにで」あ難しい「うん」でーに「ではにでない」急譜から入るメロディーで難しいね「don't you love me」かっこいいぞこれも「バン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 バ,ンバン」「don't you love me don't you love me」

棒にひっっっっいててぐるっと回たたり登ったり登してますはい、私の語彙力のない説明。うわ、ぐるんと回って降りてくる。そしてさらに、えすごいね。体操選手みたいに高いとこコロコロ回りながら上がってしまいましたよ。構わない。さあ、そしてこの台がまた、台って言われ、ね、ステージが上がったね、高い音結構松潤きれいに抜けてるね。えーだフライ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 。 降りるそっから <laughs> かれたあそっからでんぐり返しで前転かでんぐり返しではね簡単にやるけどあなたあれ回って降りながら歌ってましたよねあ惑わされてるサイレン内迷路の中で I can see どこに漂くようアンサライライライド すごいかっこいいよこれだけで綺麗なな映像じゃない照明もめっちゃ綺麗ああこの手をね上に上がるんじゃないというダンスなわけよかっこいい回ってパチンだけでおそして花道というかね真ん中の方まで今歩いていくああ もうすごいね。5万5千人は一人で釘付けですもん、視線を。さただ歩いてるだけでも絵になる。お、誰か出てきたよ。前も後ろも、あら、松潤カメラついてるな、あれ。わ、後ろも前も、誰か来たぞ。どうするどうする。逃げられない。挟まれた。うわ <laughs> こう、わわ。えあそこ登る、一気に。うわ階段、あっという間に。 いやあ無理無理高っジャンプして降りてるうわうわうわ,うわ怖っ今なんか勝手にゾワってなりましたけど来たよあいつも来たよあいつも誰か分かりませんけど黒い服の二人も来ましたよいやこんな黒クロバティックなことさあみな階段をどんどん上がっていってこれだけでもしんどい私だったらもうへえへえまた反対側がまた来た追い詰められたどうするうわジャンプで一人超えた すごい。さらに上手の方にどんどん移動した。あ、さらに来たよ。待って待って。またそっから降りるの高い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 。怖い。怖い。怖い。あ、ソファーに帰ってきた。ふう。すごいね。あんなアクロバティックなことする必要ある？だって、もう見た感じだけでかっこいいんだからさ。すごい。あれ、簡単にやってるけど、相当練習してるよ。インザルーム来ました。 染まりたい二のまが」「二のまが」じゃない「二のが」「染まりたい」の「そうま」と「二のが」が一緒になって「二のま」になっちゃったあそして相葉くんも来ましたよ階段にちょっと気だるく座ってわ桜くん似合うね足を組んで深い椅子に座ってどんな夢が見たい大野くん優しいフレーズもっと近づきたい桜くんもかっこいいね こうして座って歌っただけなんだけどねきた大野くんいいね安定してく松潤あんな動いた後なのに全然肩と息しない息上がってないすごいねさくん君おとなしいけどねかっこいいね大野くんのちょっとのステップでもこう体幹がやっぱ出るね二ノがちょっと上着を取るだけでもかっこよく見せてしまうっていうおなんか 出た、桜くん、ラップか。あーとうとう、コントロールボール。キーが上がりましたよ。これ以上、あーもう触れないのか、と。冷たいドアの、私、ラップ全然やるのできませんけどね。はかな、ね、い。愛のあと。あー <laughs> あ。ああ。で、かっこよくできますか、皆さん。大野くんが歩いてきましたよ、ゆっくりと。 この「なったた」裏側のリズム難しいね「完美なめまいに溶け落ちてゆく」うわおまた上から何か落ちてきたうわすご一気に落ちてきた布が落ちてきた映像なのあれ本当に落ちてきたんかな?「湿らせる」「染まりたい」「乱れたまんま」おしゃれな曲だね大人な曲というか。 宇宙になってルーツサマーりたい乱れたままであでやかにまあここ難しい裏変わる「うん」二のかっこいいね一瞬だけど「うん」かっこいいですよ。Oh, <yeah! S 2> 出た大野くんの高音の抜けの良さ「おおえ」簡単にやるんだけどねさあちょっとじゃあ一回ストップしましょう。 <laughs> じゃ今2曲で止めようと思ったら私今撮ってる動画を危うく止めてしまいそうになりましたけどいや2曲ね今「Don't You Love Me」これは松潤のソロの曲なんですねそして「In the Room」と2曲続いてきましたあの偉そうに言うわけじゃないですけど2曲とも全然知らない曲なんですがいや今見ていただいたようにというかまあ皆さん頭の中でこう再生ねできてると思うんですけど 松潤すごいですねあのたたたたんと何て言うの,あの駆け上がっていくのっても私もやったことないですから想像ですけど結構怖いと思いますあれだって自分の身長よりも高くまでもちろん行ってますしそれから途中でこうね私でんぐり返りと言ってしまいましたけども前転 <laughs> した流れでその下がないところに降りていくっていうあれ 相当練習してると思うんですよねこの何うの前転始める位置によってはめちゃくちゃどっか痛めたりとか怖い思いをするはずなんですけどそれをこのね5万5,000人が見てるライブの中でさらんとなんかちょっとでもほら怖かったらせーのみたいになっちゃったらさやっぱちょっとねそう何うのあ怖いんだなっていうのが出ちゃうじゃないですかもう全くないさらんでその後もここね 駆け上がって一回高いとこから降りる時に俺も「無理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 」って言ってしまいましたけどだけどそれを超えてたと私が見るだけで今ゾワってちょっとなったわけですから高いとこからねなんかジェットコースターで落ちる時にホワってなるあの感覚がなったのを歌ってる途中でしかもさらりとやってのけるあの松潤の素晴らしさね。 いやちょっとなんかドキドキしてしまいましたけどもそしてその後今「インザルームはね途中でも言いましたけど非常におしゃれな曲ですごい高い音がこうねサビのところで出てくるような、えー、こうキャッチーな曲とか言われたら、えー、そうじゃないかもしれないですけど非常にねおしゃれな大人な曲で,でこれを今のねこう見せ方5人がいろんなところにいてね、えー、いろんなポーズを決めながら聴、えー、かすっていうのと桜井君のラップがちょこちょこと入り で後半にニノのこのうんって一回ね、えー、がなるような声から入るとことあと思わずグーマークをしてしまいましたけど大野くんの高い音ねこれ皆さんが私があの CD 音源だけで解説してた時にみんながね言ってくれてたの大野くんがあのライブなのにあの音を軽く出す口から音源というね言葉を皆さんコメントでたくさん書いてくれてましたけどまさにそんな感じでしたね。しかも、まあ、あの歌声 解説というかその CD 音源の時だけにもよく言いましたけど本当にね構えないでさらっとやるんですよねあの高さねまさっきまあ曲は高くないって言いましたけどでもあの高さをうわーって簡単に出すのは結構難しいんですけどさらっとやってるところがまた憎いですね今ちょっとその片鱗を見たような感じがしましたけれども、えー、ということで今回はこの2曲でですね本当にあっという間に知らない曲なのに2曲が あっという間に終わってしまうっていうのは、えー、十分に私は見せられてしまってるんじゃないかなというふうに思います早く続きが見たいと思いますので恒例の多分何本か撮り行くと思いますけども <laughs> とりあえず、えー、トータル4本目の動画は今回はこんな感じで皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました